傭兵館の周辺がにわかに騒がしくなった。蜀の張飛、徳川の本多忠勝らへの援軍が集結しているのだという。すでに説得できた張飛らに事情を説明させれば交戦は阻止できる。しかし復帰は彼らを出陣させるのではなく自ら戦場に赴く。それはある人物の到来を予感してのことだった。戦を好まぬその人物はオロチが世界を融合させて以来一度も人間の前に現れてはいなかった。だが人間が苦戦し討伐軍が奪旗とともに動く今ならば、その人物と戦場でまみえれば必ず厄介なことになる。だがそれはいずれ通らなければならない道。復帰は嫌な予感を打ち消せぬまま傭兵館に向かうのだった。戦場におるのは蜀と徳川の将軍、説得できればよいのじゃが、奴はどうやらおらぬようじゃ。ただの杞憂でよかったわ。奴もなかなかの石頭じゃからね。わしらの行動など分かってはくれない。おっちゃん何ブツブツ言うてんねん。はよダキちゃんの敵をやっつけに行かな。おう、意気健康じゃのう。姿は小さかろうと侮れんわ。もううちはちっちゃないっちゅうね。ほな行くで。ダッキちゃんいじめは許さへん。行くでー、ぶちかわしや。おうおう、元気なことよ。本来の目的を忘れておるようじゃな。じゃが言葉での説得は難しかろう。ここは戦うのが最善かのう。はっ、復帰様。それでは敵の迎撃に向かいます。興味深い顔ぶれだね。ああ、ここに宗飛や龍禅がいればな。お見事、さすがの働きじゃ。首もらった。出しゃばるな。では旋回の軍勢。いやならない、奴が気負ったのか。おお、旋回からの援軍か。この機を逃してはならん。一気に攻めるのだ。ここまでか、撤退せよ。出よう。
知略に勝とうなど肩払いたいわ。てめえ、生きていれば挽回の気はある。関所討ち取ったり。遅くなってしまいましたか。でも私たちが来たからにはもう大丈夫です。さあ人間たちを滅びゆく世界から救いましょう。神野、とうとう思い越しを上げおったか。これは厄介なことになったの。あなたの傷はもう癒えましたよ。さあ思うまま行きなさい。おお、体中に力がみなぎってくる。これが俺だ。あの仙人の力か。今こそ勝利をつかむとき。てめえ全軍突撃せよ。てめえ、俺だ。あのんちゃん敵回復してるやん。あのんちゃんをいてこまさんと。あかん、またあのんちゃんや。はよなんとかしてや。敵か。迎撃しろ。ルッキー、ここにいたんですか。私がここに来た理由は分かりますよね。ラッキーを旋回から逃し人間を苦しめたこと。あなたの理由が何であれ私には許せません。俺が待て、死ぬ。それはじゃな、発目せよ。この石頭にも話を通じるか。なかなかやりますね。ですが無駄ですよ。相変わらず便利な力を持っておるわ。したい者の戦いぞ。反則というんだ。思ったよりも粘りますね。ですがまだまだですよ。果たしてそうかの。お主とてそう何度も力を使えない。やはり私は荒ごとに向いていませんね。残念ですが仕方ありません。卑弥呼、ひいてはダッキに組みする理由きちんと聞かねばなりませんね。おっちゃんおらんかったらこっちのもんや。いっくれー。お見事、さすがの働きじゃ。引かねば。敵将討ち取ったり。さすがのお働き。センサーセンサーセンサー。次こそ我が知略でお前を倒す。センサー。生きて
ていれば挽回の気はある。センサー、この身朽ちるまで戦う所存。センサー、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 引くしかないようだな。この身散るまで戦う所存。センサー、引くしかないようだな。一段と冴えておいでですな。センサー、センサー、首もらった。その首いただいた。これでどうじゃ。ここまでか。撤退せよ。センサー。次、引くしかないようだな。センサー。なるほど。貴様の謀略か、元就。そうでなければ彼らが寝返るなどありえん。そうじゃないんだけどね。説明に少しだけ時間をもらえないかな。貴様、長話で時間を稼ぐつもりだな。そうはさせんぞ。ここまでか。撤退せよ。お見事、さすがの働きじゃ。そのまま負けではない。敵将、討ち取ったよ。発目せよ、キッシュマン。将たる者、勝っておごら。かぐやが時を超え、ダッキの過去に戻り、人とは敵対しているものの人の味方ですか。そんな人間の思いに気づかないとは。私はいつもながら疎いですね。まあわしも一度戦うまでわからなんだ。お主がここで気を落とすこともなかろう。あなたに慰められるのは複雑ですね。そもそもこの状況は。あれは仕方なかろうな。あの時は他に方法がなかったじゃん。なあなあ、おっちゃんら何の話してんの。いえ、こちらのことですよ。私もおっちゃんですか。ともかく討伐軍の事情は分かりました。これからは私も助力します。人間のためにね。先日卑弥呼におっちゃんと呼ばれました。なんだか複雑な気分になりましたよ。気にすることはないと思いますぞ。俺なんかおっさん呼ばわりですからな。それはあなたを慕っているのでしょうね。いい仲間に恵まれている証拠ですよ。やはり戦場に出るのは緊張しますね。戻ってきてもまだ落ち着きませんよ。毒草とも知れぬ草を口にする方がわしには落ち着かんと思うがな。私が毒味することで人の役に立つのです。そんなに怖いことではないと思いますけどね。
復帰と除化。わしらを夫婦とする信仰もあるようじゃぞ。お前と夫婦だと？虫唾が走る。すごい嫌われようじゃの。復帰か。少し相談に乗ってほしい。人の子をうまく制御できぬのだ。お主は脳はあるが傲慢じゃからの。その性格を直さねば難しかろうて。ならば諦めるしかないか。悲しいものだな。炎尺伊豆君ぞ広告の志を知らんやだ。